ジョサマイシンは、16インカンマクロライド系抗菌薬の一つである。ロイコマイシン A3 とも言う。2019年現在、様々な地域で販売されている。一般に微生物は、様々なルジ二次代謝産物を生産する。ジョナサマイシンは、ジョサマイシンのみを生合成するように育成された、ストレプトマイセスナルバネンシスの変異株、ジョウシミセチカスノバを使って生産される。 ジョナサマイシンは、ストレプトマイセスキチッサートエンシスによって生産される、キタサマイシンの成分の一つである。ジョサマイシンと同様に、ロイコマイシン類に関連した他のマクロライド系、抗菌薬としては、ロイコマイシン A5 の一部を化学修飾した、ロキタマイシンなどが知られる。他のマクロライド系抗菌薬と同様に、ジョサマイシンも、最近のリボゾームの 50S サブユニットに採用し、 タンパク質の合成を阻害する。最小発育阻止濃度を超えた場合に、責菌的に作用する。この濃度を下回ると、仮に、除砂埋診に耐性がなくとも、細菌は再び増殖を開始する。よって、適切な量を適切な間隔で使用して、除砂埋診に耐性を有さない細菌の増殖が、抑制されている間に、感染を受けた、宿主側の白血球や補体などによって、 細菌が攻撃されて排除される必要がある。本在に感受性のブドウ球菌属、連鎖球菌属、肺炎球菌、赤キリ菌キ、マイコプラズマ属。本在に感受性の細菌に菌する、氷在性皮膚感染症、心在性皮膚感染症、リンパ管、リンパ節炎、慢性脳側症、外症、熱症及び、手術層等の二次感染、乳腺炎、咽頭。 喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、清掃状態炎、感染成長炎、涙脳炎、爆流腫、中耳炎、副鼻臭炎、可能性大気腺炎、刺繍組織炎、破管周囲炎、上顎動炎、学炎、症候熱。足の不臭の症例報告が存在する。 北サマイシンは単一の化合物ではなく、ロイコマイシン A1、ロイコマイシン A3、ロイコマイシン A4、ロイコマイシン A5、ロイコマイシン A6、ロイコマイシン A7、ロイコマイシン A8、ロイコマイシン A9、ロイコマイシン A13 の混合物である。ただ、北サマイシンの主成分は、ロイコマイシン A5 とされる。つまり、北サマイシンには女サマイシンも含有されるものの、 マイシンは、北イシンの主成分ではない。A.B. 上野義夫、大村里志監修、田中春夫、土屋智久編集、微生物薬品科学、P217 南江戸2003年4月15日、発行 ISBN4-524401792、上野義夫、大村里志監修、田中春夫、土屋智久編集、 微生物薬品科学、P216 六南エ道2003年4月15日、発行 ISBN4 から524401792ボッシュ、X ペイドロール、E カサド、X ウルバーノ・マルケス、A、城島維新、インデュースとペダルをエデマ、ブリティッシュメディカルジャーナル307-26、ドイ、10.1136、BMJ 30、307.6895-26、 APMC1678472、プミド8343666、https www.ncbi.nlm.nih.gov PMC a r t i c l e s PMC1678472 ありがとうございます。